安心して構えられて、なおかつ低スピン弾道が打てる、今が買い時のドライバーです。キャロウェイのローグドライバーです。このローグドライバーなんですけれども、3モデルあります。ローグスター、こちらは日本向けに、作ったモデルで、こちらのスタンダードなローグドライバーで、プロ上級者が、よく使っている低スピンが打てるローグサブゼロというその3モデルがあります。で、一番中間的なモデルがこのローグドライバーなんですけども、こうやって見てもらうと分かるように、ヘッドの投影面積が、とても大きいです。マーベリックのスタンダードのモデルというのは、最新モデルだけあって、このローグにはない、AI フェイスだとかいろんな機能が備わってますけれども、実はですね、ヘッドをこう構えた時のヘッドの大きさというのは、このローグの方が新しいマーベリックよりも大きく見えます。なので安心して構えられるのと、なおかつ実は打ってみるとスピンがかなり抑えられる低スピンなドライバーになっています。で、ヘッドの大きさからも分かるように、慣性モーメントも大きいので、曲がりづらさも備わっています。なので曲がりづらくて低スピンで飛ばせるというかなり優秀な、ヘッド性能のドライバーです。なので、こちらの方がちょっと安心して構えられるよっていう人はおそらく多いと思うので、そういった意味でもですね、ドライバーがちょっと苦手で球がちょっと吹き上がり気味だっていう人には、こちらのスタンダードなローグドライバーは今となってもとてもおすすめできるドライバーだと言えると思います。打感は、割とこう乾いた感じの、打音がして、その辺がちょっと新しい最新モデルのマーベリックと違うところですけれども、プロの中にはですね、今でもこのローグドライバーだったりとかローグサブゼロドライバーをあえて使っている人もいるぐらいです。で、本当にコスパが高いと買い時だというモデルになっています。